俺がやりたかったな。貴重な資金が。ん？なんだてめえ。セスコもちょっと消耗してきましたね。ちょっとなるべく弾数系の武器を使うようにしましょうか。輸送機はまだ全然あれだもんね。ダメージ受けてないもんね。お、こっちに来たか。マジか。あー、ナイス。頑張った。近い近い近い。めっちゃ狙うやん。これ以上はまずい。はあ。大胆たちは食らっちゃうかな。避けた。セイバーよしよし。まずい。ナイス。気力ダウン。熱血を覚えた。よしよし。だいぶ使えなくなってきた。アムロ次のターンは使えないな。この辺りで一気に金何敵の親玉にぶち込んでいきたい気もするね。まあ、そのつもりで使ったんですけど、メタスピンチだな。カップルも危ない。エネルギーがまずいのが、キングビアル、リガズィ、バルゴラ。呼吸できると近くにいねえな。こいつを向こうに送るしかないね。
いや、これじゃないな。これ撃って一撃離脱したい。バリア貫通とかないんだもんね。これくらいか。よし。攻撃力で無理やり。いや、サーベルでいっか。これ入んねえな。悪いか、こっちだ。あ、でも鉄壁、熱血使ってんだよね。じゃあ頑張らせるか。なんかねえか。あるじゃん。わあ、倒しきれなーい。ちょっと待って、これで味方敵の攻撃で落とされた一番寒いわ。そうなるくらいだったらこっちと落とす。ダメ。マジ？逃げよ。これは無理だな。ここだ。よし、逃げる。一回半切でやれっか。いや、危険だな。やめとこう。よし。これは受けましょう。これもよし。はいはい。やる。残骨落ちるぞこれ。まずい。よし、頑張った。ああ。
危ねえ。あ、こっち来た。機械は当たる。レタース。あ、あ、呼吸のためにこっち来たのに。あらら、呼吸どうしよう。カップルのところまで下がるか。使うことじゃなかったな。待て、焦んな。動揺してんのかな俺。リカズイ信頼。あいつはそれじゃ足んないな。一旦離脱。任せた。貫通的なのないんだもんね。しょうがない。あんねってか。よし。地球人もそれなりにやるようになってきたものよの。次に相手をするときはもう少し真面目にやってやるか。待ちやがれブッチャ。てめえだけは逃がさねえぞ。コラルドカッペ、今は時空制御装置の方が先だ。チクショウチクショウ、橋本、お前の敵いつか絶対に撃ってやるからな。よし。まだ打天使いるか。打天使も片付いたかな。オッケー、立て直したいな。ミネイルバとザンボト3、あとバルゴラもカスカスだ。一旦そこまで移動できるんだ。ここまで行けるなら、これで補給。
ミネルバもだな。待て、先にお前、お前やばかったよな。あ、回復したか。そうか。うん、もうビューナスしかいねえもんな。じゃあまたいいか。前は平気だと思うけどね。待てよ、撃つだけ撃って、こういうね、地味に棒好きだな。ここで補給。よし。オッケー、そんなでもないか。これだった、あ、取り解かないか。いや、よし、オッケー、さすが。よし、だいぶ減らした。頑張れ。いいよ。頑張れ、エヴェン。ナイス。こっちか。危ない。あーし、危ねえ。お、いいよ。修理しなきゃな。キングビアル。買った。こっち来るか。さすがに無理くせえな。
すいません、レーヴェン・グナラル脱出します。よく頑張った。このままでは時空制御装置が奪われる。こんなことになるぐらいならこの場で時空振動を発生させる。大統領、それはあまりに危険です。心配はらん。この装置はあくまで施策であり、極小の時空振動しか発生しない。権威によって飛ばされるのはこの一体のみだ。次元節装置をセットして脱出だ。急げ、これは命令だ。了解しました。体急に変、どうやら期待を捨てて乗員を脱出するものです。時空制御装置を放棄するの？レーダーに反応、これはゼウス別動隊です。何？アテナの情報通りだったようだな。じゃあ、あの輸送機に時空制御装置があるのか。別動隊のみんな聞いて、私たちはあなた方を誤解していたわ。こちらに交戦の手はない。時空制御装置の接収に協力してくれ。我々もそちらを誤解していた。それについて謝罪したい。ついでにその装置がヤバいって話も聞いてる。ジャイア、シャイアさん、あの輸送機の周辺から時空が歪み始めています。何ですって？愚か者め、集まってくれたなら好都合だ。時空制御装置は起動した。まとめて次元の果てへ吹き飛ぶかい。ちょっと、装置が浮き出したってことは、この一体停車の火器交代だ。カードの限り遠くまで逃げるんだ。ダメです、距離の問題じゃないんです。どういうことだシャビ。この感じブレイクザワールドの時と同じなんです。世界全体が歪みます。まずい。くっ、どうしたセスコ。悲しみのためのスフィアが原理の力に反応しているのです。人？ガルダ級の機種に人が立っている。私の声が聞こえますか？ようこそゼウス、私の主催したパーティーに来てくれて嬉しく思います。セスコさん、何が起きているんだ？次元がねじれる、世界が歪む。何なの？何かが私の中に流れてくる。そう、再び世界は混沌に包まれるのです。全てが混じり合ったカオスに。何者だお前は？黒のカリスマ。黒のカリスマ。あなたたちを中心に世界は回るのです。また会いましょうゼウス。まずい。結構落とされたな。シュランか。ゼウスはこの世界に残った模様です。さすがです。そして彼らは新たな得意手になったのですね。やっぱり彼女か。よろしいのですか。あの舞台には先の時空破壊においての得意手も存在しますが、それに、あれだけの戦力の集中は、侮ることのできない存在となるでしょう。おう、出過ぎた発言でした。いえ、構いません。あの程度の確定要素がなければ、あまりにも退屈な展開になります。そう、面白みがないのです。これで世界は新たな混沌に包まれました。さて、次は誰が動く？異星人、百鬼、堕天使、チラム、エマーン、新連邦、プラント、そしてコーラリアン。しかしあれを放置しておくことは世界の危機を招きます。それはデューイノバクに任せましょう。地球とウシュの戦いもパプテマスシロットかシロッコがきっとやってくれます。だから私は世界を楽しむことにします。この醜く歪んだ素晴らしき世界を。なるほどね。クリアボーナース。おお、金もらった。さて、これでもしかして、来たー、全員集合だ。やったね。いつの間にカズラキケそんなのどうしたんだ。多分今までのいろいろが合算されてるんでしょうけど、ニルバーシュスペック2になってる。オーガス2だ。しかもちゃんと3段階強化済み。でけえ。はい。という感じでね。
まあかなりの激戦でどこまで戦えばいいのかってちょっと心配しちゃったんですけどもね、まあなんとか、別動隊のね加入によって事態はなんとかなったみたい、なんとかなってはねえのか、結局時空深度引き寄せられちゃってどうなのかなっていうところでね、まあ次回そのあたりを見ていくことになるんじゃないでしょうか。まあ多分全60話ということで、まさしく今回からまあ中盤戦が終わって終盤戦に入っていくという形なんでしょうね。まあ次16招待ということでかなりの大激戦になるんじゃないかと予想されますのでね、ちょっとしっかりと準備を整えて次の戦いに挑みたいと思います。ではスーパーロボット対戦 Z 実況プレイのパート95になると思いますが、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見に来たな。